こんにちは。今日は僕の青春公園でございます。ラングラー大喜利土曜日か今日。こんにちは皆さん、今日はどういう予定ですか？私は元気ですよ。なんか今日なんかすごい淡いフィルターですね。なんかレンズ曇ってんのかな。これはいいですね。お昼公演入ります。ありがとうございます。お待ちしております。いびつとのお渡し会で申し込みました。ありがとうございます。まだ申し込み中なので皆さんもぜひ。12月15日初見です。お仕事頑張ってね。お仕事みんなが元気に楽しく今日を過ごせると幸いでございます。さて今日はねちょっとお題があって、大喜利のお題がありまして、新しい肉の部位を発見、その部位とはっていう大喜利をね考えなくちゃいけなくて、もしよければ皆さん一緒に考えてもらえたらなと思うんですけど、新しい肉の部位、他のこの回、他の NMB のメンバーの回答とか見てたら、なんかシンシンのほっぺとか言うてました。それしか覚えてない。シンシンのほっぺなんやろう。新しい肉の部位、わかポンみたいなこと。ポンポンって肉の部位っぽく、身のハラミ、コリコリ、軟骨、ポン骨、ポン骨はポン骨。あ、ポンジリ、ポンジリいいね。ポンジリ、ポンジリ、ポンジリ焼き鳥っぽい、うん、ちょっとそれおもろいわ。マカポンの好きな部位は？私の焼肉の好きな部位は、タンかミスジ。ミスジはでもなんかちょっと脂身が多いところはもう1枚でいい。あのしゃぶロース1枚だけとかやったらそういうのも好きやけど、でも一番かと言われるとそういう肉はなんかしゃぶロースとかそういうなんかちょっとハイカラな肉は一番にはなれないんじゃないかという気がしますが、結局タン、コリコリ、コリコリも好き。アンポンタン、アンポンタン、肉の部位。ポンジリってなんかさ、ボンジリっぽいし、なんかポンのお尻っぽくもあるからいいね。ポンジリにしよう。若ポンのお尻なんかも。焼肉ポンジリ美味しいかな。焼き鳥やったらでもなんかぼんじりってどんなんかよく分からんけど、ぼんじりは好きです。焼き鳥で好きな部位は、軟骨、梅ささみ、梅が好きやから梅ささみかな。せせりも美味しい。ココロ、なんかね焼き鳥ってさ、焼き鳥とか焼き肉とかって一気に頼むじゃない。ココロとせせりとぼんじりと、正直どれがどれかあんまりよく分かってない。
なんかなんとなくは分かるけど、どれがどんなものって今説明してくださいって言われたら、なんか自信をすごい失う。分かるんかな、みんな分かって食べてんの、お肉の部位。私はもう何にも分かりません。豚肉か牛肉か鶏肉か、もうそれは分かるか。焼き鳥屋さんに行ったら、焼き鳥もねよく食べに行くよ、普通に焼き鳥大好き。あ、 YouTube で一人でご飯を食べる動画を載せてるんですけど、今度焼き鳥行こうかな。焼き鳥まだ行ってない気がする。今週の日曜日、明日動画をアップします。まだノー編集です。やべ、明日やろう。は僕先ほど、私のレシピ動画参考に鶏マヨレンコンと温玉丼作りました。やったー、ありがとう。インスタグラムにね料理動画を載せてますので、よかったら皆さん見てください。そして一緒に作ってくれたら嬉しいです。か、料理動画を載せてて、結構自分の中でいろいろね試行錯誤してて、最近一番最新のなんか丼、なんかあんかけそぼろ丼みたいなを作ってるやつは、食べる時間を長めにしてみて、なんかいろいろそういう試行錯誤をしているのでね、なんかぜひいろいろ見てください。あとなんかサムネとかも、いろいろ試してみてます。試し中。でも私本当に継続するのが苦手なんですけど、珍しく割とちゃんと続けている気がする。たまにね載せれない時もあるんですけど。料理本出せたらいいな。動画がもっとバズったら料理本出せるかな。そう、もうなんか無心で続けること、これを目標として最近は生きています。なんかでも結果がすぐに出ないとさ、やる気も出ないんだけど継続は力なりよ、信じて皆さん頑張りましょう。寒っ。まだコートデビューしてなくてさ、いつコートデビューをしようかなと。最近すごい眉間にシワが寄っちゃう。なんか寝てる時とかになんかふと自分でめっちゃ、多分寝てる時にめっちゃこうなんか考え事してるからかな、めっちゃこうあれがシワ寄ってるなって気づくことがあって、あかんね、もう最近だから気をつけてて。これだって嫌じゃない、これでシワになるの。寝ながら考え事ってしちゃうよね、しちゃうよねっていうかしちゃうんです、考え事せんとこ最近は、どうですか皆さん最近。あ、私の方は小説の発売があと6日に迫ってきまして、12月6日に小説私の居場所はここじゃないが発売になります。ちょっとねもうなんかもうしつこいって言われそうな、嫌がられるかなと思いつつ、ツイッターでもちょっとポストさせてもらってて、 X でもポストさせてもらってて、まあ、でもね宣伝はうざいぐらいしろっていう、ほんまか嘘かわからん格言もありますし、
そう、渋谷のお渡し会はありがたいことに全部埋まりまして、もう受付も終わったんだけど、大阪の12月15日のお渡し会が、小説のお渡し会がまだ受付中でして、皆さんに、なんか驚くべきことなんやけど、今回大阪より渋谷の方がなんか伸びててあんまりそんなことないねんけど、大阪のイベントより、大阪でね活動してる身ですから、よかったら大阪の皆さん、大阪でなんかあんの？大阪の皆さん、よかったら15日日曜日遊びに来てください。蔦屋恵比寿橋店さんまで。何やろ、15日なんか NMB のイベントなんかあんのかな。ぜひぜひ。珍しいこと。でもなんか結構前回とかもなんですけど、お渡し会がその初めてのもうアイドルのイベントでしたって人が多くて、お渡し会きっかけに握手会とかも来てくれられた人がすごい多くて、っていうことをなんか話したら、この間なんか雑談で喋ってたら、吉田あかりさんもなんか同じこと言ってたみたいな。お渡し会がやっぱ行きやすいのかなと思うんですけど、ちょうどね初めてのイベントにもちょうどいいですので、ぜひぜひ皆さん。まあね、またなんか握手会ってさ、もう握手会場まで行かなきゃいけないけど、お渡し会とかって普通の本屋さんとかですし、お友達もお誘い合わせの上、ぜひぜひご参加お待ちしていますうん、握手会はね、初め勇気いりそう。あ、そう、てっぺんラジオでも今週7日放送分はなんか小説スペシャル回にしてくださるみたいで、ありがたいことに。なのでお便りも今募集してます。詳しくは私の X までお待ちしています、ね、本屋さんでお渡し会逆に初めて、あら嬉しい、ありがとう、こんにちは。イベントってね、いろいろあるもんね。なんか握手会行ったことあるけど、写メ会は行ったことないとか、逆もあったり、お渡し会は行ったことあるけどとかね。握手会まだね、本屋さんのイベントならね。あ、あとあれかな、前回とかはコロナ禍だったから、コロナ禍明けぐらいだったから、そういうのもあるのかな。コロナ気になってたけど、コロナで行けんくてとか、どうなんでしょう。まあね、行きやすいよね。また大阪で待ってます。何が行きづらいんやろ。 NMB の劇場に行くとかも緊張しそう。初めて劇場公演行きますとかも、なんか私もアイドルのライブとかで、なんかアイドル好きになり始めた頃とか、あんまり私はその現場に行ったりはしてなかったんですけど、アイドルってやっぱなんか謎の特有のコールがあるっていうイメージがすごいあって、それを覚えないとなんかいけない、なんかファンを名乗ってライブに行くならこれを覚えてないといけないんじゃないかみたいなイメージがあるのは、やっぱり一個壁になってる、同じように壁に感じてる人もいるんじゃないかなっていう気はする。実際ね、なんかこう見てると、そんなコールなんてできんでも何でもいいっていうのは分かんねんけど、初めての時はさ、だいぶね、敷居が高い感じがするしさ、なんか自由に名前を叫んでいいとかでもないからね、難しいよね。でも今の方が劇場公演のチケットとかは取りやすくなった
んじゃないかなと思いますけどね。ね、まだコール知らない。いつかいつか覚えるよ。劇場現場デビュー約1年、ライブ握手会劇場写メ会の順で行きやすい。あ、ライブが確かに一番行きやすいかもね。確かに確かに、なんか友達誘いやすい。どうやろう、私全然一人でもイベント行けるタイプやけど、ハードル高いよな、うん、そのハードルを下げれるように我々 NMB 側も、精一杯努力していこうと思いますので、皆様よろしくお願いします。あ、そう、学生料金安くなったのいいよね。学生は劇場公演の料金が980円、他のメンバーのブランドの服着てイベント行くのありなし。ありじゃない、別にそんなんありあり、大あり大あり食い。高校生までだっけ、私はダメだ、大学生の学生証とかじゃダメだ。大学生も行けんのだっけ。でもさ、私が研究生の頃5、6年前とかはなんか研究生公演そんぐらいの値段だったりしたからね。いろんな、まあね、値上がりの時代ですけど、いろんな方が行きやすくなればいいなと思います。私もでももうすぐね、大学の学生証も使えなくなっちゃうから、今のうちに映画館行っとかなきゃ。なんか学割使えるうちに行っとけみたいなことあるんかな。映画、美術館とか、美術館まんま行く機会ないな。携帯料金、携帯料金、分かった、そうしますね、言っとこ。学割存分に利用します。皆さんも学割がなくなっても、何これ、ナンバーワングランプリ現在7位、そんなあんの、何グラのランキングとかあるんだ。ほえーほえー。それでは皆様お邪魔いたしました、ありがとうございます。イベントなんかね、投げてくださってる方とか、くしゃみがねすごい出るね。ではそろそろちょっと準備に、練習しなきゃいけない。そう、今日ねちょっといろいろメンバー変更とかが急遽でありまして、いろいろ変わってますので、劇場公演このあと14時からと18時からお待ちしてます。頑張ります。そう、今日はね、それでは皆様体調にはお気をつけて、またね、ありがとうございました。